今日すごいね。はい。あのさ、大紫のいろいろ学ぶことができる施設に来たね。ね。あの後ろ見て、あの建物自体が大紫になってる。すごいね。だってあの興奮くるくるも再現されててさ、ほら足もさすごい長いさ、あんな感じでさ出ててさ、すごいね。すごいね。よーし、じゃあ僕らまだ見たことないけどさ。はい。大紫のいろんなあの様子を学んでいこう。それではレッツジャー。はい、ここはなんか大紫のあの一生を勉強できるということで、いろいろ見ていきましょう。ほら、こんな感じ、綺麗だね。はい。なんかここ赤いところがなんかないね。あ、本当だ。この赤い模様があるとあんまり新潟とかあるんだね。あるんだろうね。関東、こっちが東北地方。うん、紫ね。こっちはあんまなんかないとか、微妙に違うんだね。これだって長崎揚げ葉みたいな色してんじゃん、こっちの中国のね。この大紫の幼虫はこの2本の角が特徴的。かわいいね。うん、で、大紫に、ね、似てるのがね、ゴマダラちゃん。こんな感じなの？うん、幼虫はこんな感じ。知らなかった。ね、詳しいね。なんか角が2本で、かわいいね。これ冬になると、この枯れ葉に擬態して、幼虫が茶色くなるんだね。ほら、でも春にサナギになるときにまた緑に戻る。色が茶色から緑に変わる。不思議だね。これからは小麦の準備を求めて華麗に飛び回るのです。すごい大きくなるんだね、ここの幼虫。この近くにこんな蝶々がいっぱいいるってこと？はい。カラスアゲハもいる。うん、本当だね。ミロンタイムがいるわけないでしょ、日本に。ああ、色的にね、これでしょ。まあ、ちょっと違うけどね。じゃあ、ちょいちょい取りに行ってみよう。はい。来たらすぐいたよ、銀ヤンマ。やばいよ。鈍いよ。ああ、今銀ヤンマいたけど、びっくりで、あんまり捕まえられなかった。ちょっと、次のチャンスを伺おう。え？マムシ注意？まあでも、大体そうだよね。大体そうだよ。銀ヤンマだった。銀ヤンマ取れたら感動しすぎて泣いちゃいます。泣いちゃいます。それぐらい銀ヤンマが取りたいね。お、ここトンボの沼になってるよ。やばいよ、やばい。なんか大きなトンボもいっぱいいる。大体人間がいないから。すごいパラダイスになってる。ちょっと足元さ気をつけて、危ないから。うん。あ、あいつすげえ。早い早い。なんか来てる来てる来てる。また奥の方に銀ヤンマいる。ここ、銀ヤンマパラダイスじゃない？うおー。これ、これゴマダラ町の死骸だよね。うん。うわぁ、何があったんだ。残念、かわいそう。ねえ。ハゲハチョウがなんか水飲んでんのわかる？普通はさ、こんなことさ、しないじゃん。ほらほら。水分取ろうとしてんのか、この、水辺でな。さあ、早すぎてさ無理だと思っちゃう。スピード前捕まえたんだから走って。ああ、頑張ったよね。うん、すごかった。ーああ飛んでる飛んでる、すげえ。久々のキアゲハ発見。久々にキアゲハ発見。あよし、今回は負けないぞ。キアゲハさん絶対に負けませんから。かなり1年ぶりの出会いだから、これ。いくよ、成功！やったー！あ、すごーい。久々のキアゲハだねー。綺麗だなー。キアゲハだよ。ほら、こんなに綺麗。あー、待って。あ、逃がしたの？
デムシも見つけたね。かわいいね。バイバイ。ほら、かわいい。逃がしてるのって分かんないから。ああ、ちょっと弱ってますね、このバッタさんね。はい、あっちに逃がしちゃう。何か壊れてる。少量のね。逃がしてあげよう。はいはい。こっちね。はい。頑張らないで。はい。はいよー。はい。だね。なんだあいつ。すげえ。胸元のところがさ、縞模様じゃないでしょこれ。その場合ってキアゲハなんだよ。縞模様になってる時はナミアゲハだから。はい、取った。今日2匹目のキアゲハ。綺麗な色だね。ね。この青い模様とオレンジの模様。あ、ちょっと美女突起が。ちょっと欠けてる。ここ見て、この胸元のところにさ、線がないんだよ。うん。この線がなくて、この、あー、行っちゃったー。ごめんね、バイバーイ。なんか似合ってる。違うね、あの、気をつけないように優しく持ってるから、そうそうそう、でもいいんだ、それで。ね。バッタだね。うおー、その様バッタ。ほら、バッタ取ったよ。ねえ。あ、はいはいはい。緊急事態緊急事態、はいはい。ほら、見てください。殿様バッタ久しぶり。怒ってる銀山を見つけたから。銀山を解いてきて怒っていい。ねえ、かわいいでしょ、でもこの。うん、なんだっけ。殿様、うん、子供かな。この足、なんか赤みがあるよ。うん。殿様の足。かわいいですね。ね、ほらどう、久々の、ね、うん、また会えたね。うん、チューして。開けない。チュー。可愛い。開けない。はい。はい、ということで旦那様がゲット。イエーイ。いた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 。あ、逃げられた。わあ、いるな、ホバリングしてるな。なあ、金ヤンマ、ホバリングしてる。お、来た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 。あーっとー、失敗。いいよいいよ。行っちゃったな。また戻ってくる。うん、ルートを持ってるから。飛んでるな。あー、惜しい。興奮しすぎ僕ら。ちょっと落ち着く。わかりました。マグロ発見。あー、取ったの？すげえ。え、やばいやばいやばい、やばいよ。すげえ、銀ヤンマ。すげえ、すごすぎるよ。うわ、すごい、すごい。いつぶりだろうね。あ、2年ぶりぐらいか。やった、やばーい、巨大です。巨大なトンボ。はい、これは青い模様があるからオス。すげー、こんなに立派な銀ヤンマだね。そうなの、ね、やばすぎるよ。やばいよ。なんか2年前かな、ね、撮ったもんね。やばい、こんなに立派で。どう、気持ちいい？いい、嬉しい。やばいよね、やっぱりさ、うん、トンボ界の最速スーパーカーだからね、これは。銀山って、やっぱ、速いから取れないわけ。うん、でも、取れたから嬉しい。嬉しいよね。すごすぎでしょこれ、うん、もうこんなに立派な綺麗な黄緑色と水色、もうトンボ界の王様だな。そうだね。
やばい、嬉しいね。うん、ということで久々のギンヤンマゲット。イエーイ、パパ戻ったよ。やばい、やばい。あのね、一個言わせてくれ、子供には負けてらんねえマジで負けてらんねえよ、こんな可愛い。青、白。うん、青い。青、うん、だからオスだね。はい、この綺麗な、見て、お腹のとこの色。すごいね。綺麗でしょ。さあ、食べちゃうぞ。ふふ。こんな元気な、ミヤンマ。やった。でもさ、この沼にはさ、いっぱいギンヤンマ飛んでるじゃん。うん、いや、ほんとにこいつら、王国を築いてる。ギンヤンマのここは王国ですね。はい、おった。ということでパパもギンヤンマゲット。イエーイ。あ、カナヘビが、カナヘビがいた。カナヘビちゃん、ほら、カナヘビちゃんだね。ほら、頑張ってね。うん、子供かな、まだ。バイバーイ、じゃあね。じゃあもうジジバーバー待たせてるから行こう。はい、ね、よかったね。うん、今日も大量いっぱい取れた、よかった。ということで今日は僕たち2人とも取りました。はい、よかったね。ああ、犬山たちの交流仲間なのかい。それとも縄張り争いなのかい。ああ、仲良くしてくれ。よし、じゃあお別れの会しようか。はい、せーの、これからお別れの会を始めたいと思います。イエーイ。よし、じゃあ2人で逃がそう。行くよ、あの沼に向かって話そう。じゃあ 1,2,3 でバイバイね。 1,2,3 はーい、バイバーイ。じゃあねー。